矢崎雄大は東京都出身の柔道家。得意技は大内刈り、寝技。妻は同じ柔道家のモテギ先祖。柔道は8歳の時に始めた。中学からは柔道士塾の行動学者に入塾するも練習に耐えられずわずか1ヶ月で地元へ戻った。千葉県の東深い中学から柏市の流通経済大学附属柏高等学校へ。 進むと、東京オリンピック中量級金メダリストである、岡野伊の指導を受けて、寝技を得意にしていった。1年から3年連続で、インターハイに出場すると、3年時には9 0ラム級で、優勝を果たした。世界ジュニアでも優勝を飾った。高校卒業後は、明治大学に進学し、団体戦で、宗田康之と共にポイントゲッターとして活躍したほか、 個人戦でも全日本ジュニア選手権を連覇し、世界ジュニア選手権、全日本学生体重別選手権でも優勝する、等の高成績を残した。大学卒業後は、両徳寺学園柔道部に席を置き、2003年に世界選手権に出場したほか、行動完売、全日本選抜体重別選手権で、多数の優勝、入賞を果たし、 斉藤聖豪や泉博志らと共に長く 91kg 級の第一人者として活躍。2009年より階級を一つ下げ、81kg となった。その後、2011年には富士学園中学校、高等学校の教員となると、妻と共に柔道部を指導することになり、2015年の世界ジュニア 57kg 級で優勝した船久保遥香を育てた。 また、教え子の渡辺清美が所属するフィリピン女子、ナショナルチームの監督も兼任している。2019年8月には、AS の黒田明などの活躍により、女子では史上2校目となる高校団体三冠を達成した。その後9月には、練習中に上級生2名が下級生に暴力を加えたことを容認したとして、全十連が矢崎に対して6ヶ月にわたる指導者。 資格停止処分を下した。なお、学校側は暴力行為を否定しており、日本スポーツ仲裁機構や東京地方裁判所に処分の無効を訴える予定だという。その後、上級生は、障害容疑で、藤吉田警察署により書類送検されたが、不起訴処分となった。2020年7月からは透明性を高めるために、ズームを利用して、 道場での練習風景を保護者に公開するようになった。ありがとうございます。